それでソルは無事なのか。あれに心配は無用だ。もっとも爆発の規模は無視できないがな。だが問題なのはあの現象が一体何なのか。地震が発生しギアが現れ爆発する。聞いたこともない。慈悲なき刑事の仕業だと思うか。断言はできんが無関係と考える方が難しいな。うん。ドクター、もう足踏みはやめよう。つい先日ジャパニーズコロニーで原因不明の異変が起きた。続いてこの巨大ギアだ。ああ、二つの事件の関連性を探った方が良さそうだな。実はフィンランドの観測所から気になる報告があった。フィンランド？回答を先は気にしていたが、詳しく話を聞いた方がいいかもしれん。なんでですか？一大事かもしれないんですよ。お願いします。連絡しますよ。科学顧問の方で構いません。一度お目通り願いたい。そう簡単には行きませんよ。僕がポンコツ特化だからってバカにしてるのか。これでもイリュリアの防衛局だぞ。それが本当ならこの門がどういうところか分かりますよね。正規の手続きを踏んだ上でお越しください。だからそんな悠長なことを言ってる場合じゃないんだ。なんであろうと事前に報告のない方を通すわけにはいきません。報告報告って言ったのか。何回したと思ってるんだ。ああもういいからそこを通してくれ。言っとくけど片道の運賃しか持たないでここに来たんだ。それともあんたがフィンランドまでの旅費を払ってくれるのか。いいタイミングだ。いや悪いのかもしれんが。ジャパニーズコロニー。かつて聖戦において日本人は絶滅の危機に瀕した。ここはその末裔が集まる巨大保護施設国である。各地で地震が観測される不穏な状況の中、ここでもまた住人すべてが不調に見舞われるという異常事態が発生していた。万物の状態を意のままに操れる調律師ヘヒョンはこの謎に取り組んでいた。やはりすでに抑制治療がなされておったウヌとコロニーの住人には調律の異なる部分があるな。それって悪いこと？いや、これが住民の異常に関係するものだとすれば解決の糸口にはなる。じゃあなんで難しい顔してるの？時間だ。すべての住人の調律を正すには単純に時間がかかりすぎる。政府が言う世界の危機、そしてここのコロニー住人の異常に何か関係があるとすれば今から手を打っても遅い。慈悲なき刑事とやらが行動を起こせば一体ここで何が起きるのか。これあげる。これはお守りだよ。海賊団はみんな持ってるんだ。コロニーは僕の両親のふるさとだから、それを守ってくれるお礼。うん、ありがたい。ちょうど日本のものが欲しかったところだ。あれはもう手に入らなくなってしまったからな。日本？ごめん、それロシア製なんだ。ああいい、こちらの話だ。ありがたく頂戴しよう。僕ね、今までジョニーや海賊団のみんなと毎日楽しく過ごしてたから、世界の終わりとか言われてもなんかピンとこなくてさ。でもなんかしなくちゃね。ちょっと出かけてくる。いずこへ？
コロニーにはすごいパワースポットがあるって聞いたことがあるんだ。もしかしたら何かの役に立つかもしれないでしょ。そうか、朗報を期待する。気をつけてな。そっちこそ、ちゃんとご飯食べるんだよ。ずっと食べてないんだから、美容に悪いよ。少し待っててくれ。これを終わらせておきたいんだ。報告はそれから聞こう。早く終わらせろ。クソ柔らけ椅子で俺のケツが腐る前に。暇ならシンたちを呼んできてくれ。たまには一緒に夕食でもどうだ。雑用押し付ける気か。こっちを代わってくれてもいいぞ。そっちの椅子はケツが四角くなるだろうが。だが大きな意義がある。なぜ聞かねえ。何をだ。俺の過去だ。聞いていいのか。保証する。面白い話じゃねえ。二言目には勝負だのなんだの、あれほどやかましかったお前が、いや、お前だけが未だに何も聞かねえ。あの頃はお前を剣で任すことしか考えていなかったからな。他のことはどうでもよかったろさ。それに月も落としたくなかった。お前がそんな玉か。言ってなかったが、こう見えて私は信心深いんだ。それ、私もお前の過去に興味がないわけではない。しかし相手を理解したい気持ちと全てを知ることは違う。私にとってはフレデリックという男の過去よりもソル・バッドガイの未来の方が大事だ。未来？そんなものがあると思うのか、この俺に。ではこういうのはどうだ。四角い椅子の役目だが。なんだそれは。ウイスキーだ。高級品らしい。私は飲まないが、格好をつけるために置いてある。悪くねえアイデアだ。中身が減りゃもっと格好がつく。そうだ、お前だってこんな些細なことで楽しめる。私の役目はこの酒をもう一度飲みたいと、そう人々に思わせることだ。希望とは何も大それた話ではない。最も近くにいる一人の友すら守れないのなら、私は王としてふさわしくないよ。だったら酒を飲めるようになれ。ラム、またここか。短い間だけど、この場所ではたくさん違うを得た。今の私はここで生まれたんだ。あ？その指の組み方。ん？初めの頃ラムはほとんど喋んなかったからな。仕草はよく見てたんだ。で、そのポーズは落ち着かない時だ。エルのことが心配なんだろう。うん。じゃあ、俺と同じだ。いや、親父もみんなもエルのために頑張ってる。だから、そんな暗い顔すんなよ。私はまだ、ここの人間に受け入れられているわけじゃない。ほんの数日前まで人類の敵だったのだから。だ
まだそんなこと言ってんのか？私がエルと同じ母さんの娘である事実は変わらない。正しく理解されるには時間がかかる。まだガキだった頃、俺をバカにした連中がいたんだ。頭に来て、そいつらにちょっと仕返ししちまった。そしたらさ、親父に気絶するほど殴られた。でも、最後はいじめっ子が、やりすぎだって、止めてくれたんだ。で、親父はなんて言ったと思う？だから苦情が出ないってさ、次の瞬間親父は連中もボコボコに。いや、それはどうなのっていう話なんだけど、なんていうかさ、その後、そいつらとは仲良くなれたんだ。きっかけは簡単だった。お互いボロボロになった姿を見て、笑っちまったんだ。笑顔。仲良くなるきっかけなんて難しくねえんだよ。多分、考えるやつが難しくしちまうんだ。シンは、出会った時から私を笑わせたがってたね。エルが言ってた、笑顔が人の幸せだって。シンは、幸せと不幸の差がわかる。頭使うのが苦手だぜ。私もそう。人の幸福を定義することは難しい。私は多分、今、幸せなんだ。でも、この窓に映る私が笑うには、エルエルが足りない。窓？ここで得た時間は幸せで、暖かかった。光のある世界。窓の向こうは、冷たくて寒い、暗い世界。暗い世界からは明るいここが見えて、とても羨ましいんだ。でも、この光の世界から外を見ても、そこに映るのは幸せの自分たちだけ。エルはずっと、あっち側にいる。ここからは見えない、暗い闇の中に。次第。おやじやじ、なんだよ急に。まさか飲んでんのか。ああ、ギア細胞の最も優れている点は人並みに酔えることだ。空腹ではない。お前はエルフェルトとは違うな。あいつはまだ誰も気を許していねえ時から。はい、今日の献立は何ですか。ま、感じにしろ。だがその前に。おお。ラムレザル。窓一枚で人の幸福を隔てるな。お前が壁だと思っているものは、お前自身の迷いだ。そんなもんはぶっ壊せ。行きたいところに行ける。ダニーミサイルズだぞ。かかりました。